とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も古代狩りやっていきます。前回がね、良くなかったんだ。全く出なかった。なんで、今回は、出てきてくれるでしょうか。まあ、84% から 90% の間。それぐらいで、やっていきます。ここかなるほど。じゃあ、あれでいこうか。ダイナモの機械化装ブレード。これでいきましょうか。ちょっと殴り合いで、なんとか再生、じゃあ輝きか、こいつ持ってるのは。それに打ち勝ちたいと思います。とりあえず、周りの雑魚を倒してしまおう。よし。ああ倒しちゃった倒しちゃった。いや、まさか、こんな簡単に倒すとは思わなかった。何だ？剣海。次行きましょう。一周目おしまーい。一体だけでしたね。なかなか渋い。金メッキ、失われた魂。いらないね。次。輝くハープ。マルチショットがついてない。次。お、締め具が久しぶり出たな。締め具めちゃくちゃ久しぶり見た。破滅いらないね、締め具は。おお、はい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 。旋風がもともとついてる。でも、輝きがないね。うん。旋風、衝撃波、虚無。ここまではいい。まあ、虚無も別にいらないっちゃいらないんだよな。うん。これはエンチャが良くないんで、いりません。まあ、もともと、いらないけどね。探してはありいませんね。はい、ラスト。ダメ！ 2 周目。いきまーす。出たけど、ここか。でも、いや、いらん。機械化装ブレードと思ったけども、いらんわ。うん、もうすでに、いいのあるから、いらないんだった。そうそう。装ブレードで倒そうか。うん。痛みサイクルを、マックスまで貯めて、で、ダイナモを、まあ、20まで貯めなくても多分いけるとは思うけどね。OK、まあこれぐらいで行きましょうか。行くぞ！来なさい！あ、無理か！ここら辺で行け。うわぁ、きつい！きつい！遠距離系にはこれ弱いんだ。重力がついてるからね、ある程度は吸い込むんだけど、遠距離系にはちょっと良くないんだよな。はい、次行きまーす。はい、ここは来ました。よし、OK。確か2体ぐらいここに出るから、そいつらはいけるな。いや、近寄ってこない。ダメだダメだ、近寄ってこなかった。マジか。これ近寄ってこないとちょっと弱いんだ。あれ、俺、装備何が、スポンジストライカーか。いや、別にこいつら倒す必要もないんだけども、なんか倒しとかないとちょっと気持ち悪いからね。倒してこよう。おいおいおい、マジか、全然ダメージ与えらんない。よし、もうちょい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 。やばい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 、うわお、うわお、普通に戦うとこいつらこんなに強いんだもんな。冗談きついよ。普通に戦うとこいつら強すぎる。次いきます。はい、2周目おしまい。いまいちだったね。まあでも深海ステージが1回出てきてくれた分、まあマシでしょう。あそこを待ってるんだけどね、なかなか来ないもんね。次、グリーンメナス。なんか俺グリーンメナスはね、いいエンチャントが出やすいらしいんだけども、ダメだな。次、お、バブルバースター出ましたね。
全然ダメだ。虚無、あ、これ虚無もいらないな。バブルバースターとオーバーチャージは相性悪いよねっていう風なコメントあったけども、確かに悪いと思うよね。うん、これバブルダメージで与えるんで、オーバーチャージ別に意味がないと思うんだよな。はいはい、まあまあいいや、次。微妙だね。最後。あー、ダメだ、シガダガか。よし、3周目いきます。出ました、またここだね。ちょっと死なないようにカバン2つつけました。これが間違いないよね、こいつらと戦うときは間違いない。外れか。今日ね、こいつらと4回戦ってるけど、いいのはね、全く出ないね。お前を倒してよし、まあ、だと。もう1回ぐらい出てきてくれれば嬉しいけどな。それでは3周目おしまいです。今日は調子が悪い、調子が悪いんで、もうやめときましょうか。いいのがほんと出ないもんね。あー、ダイナモがついてる。いやいやいや、この攻撃力ではあんまり意味がないね。クールダウンはついてるけどね。と、あと幸運か。幸運までついてる。はい、次。今の感じのやつが欲しいんだよね。影の衣で。出てきてくれ。来ないな。マウラーズか。ダメだ。あ、でね、あれだね。機械化ソーブレードも、壊れたソーブレードも、変わりはないね。変わりはない。釣り竿で使うと、別にこの連続攻撃でも、長い連続攻撃でも、変わりはないので、どっちでもいいんだよな。なんで、その二つは、タワーで探そう。欲しいね。あれは欲しい。ここも、あ、別にいいのはないな。では、見てみましょうか。今日3つだ。3つ。しょうもない。剣はいりません。で、ツタアーマー。クールダウンないね。このアクロバットがついて、さらに、マルチロールがついてるっていうのは、なかなか使い勝手がいいんだけど、まあ、せめて、幸運あたりはついてほしかったかな。ポーションバリアと。ダメ、いりません。スポンジ、エコーがついてるか。スポンジにエコーは、多分マッチすると思うよ。結構敵をバッタバタ倒していけそうな気はするけども、まあ、いらないかな。で、公開員。なるほど。悪くないね。弱体化と、浮遊射撃、そしてマルチショット、連鎖反応、まあ、重力でもいい。あ、これはいいよ。これは使っていけるやつだ。でも実際もう2つぐらい持ってたような気もするんだけどね。まあ、どれがいいかを選んで、1つに絞っていきましょう。今日はまあ、これがそこそこ、いいかなっていうことで、取っておきます。でもね、古代人の出方はいまいちでしたね。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。